バモラー周回遅れを抜くのに手間取り、トップ2台から引き離される。4位争いは再び順位が入れ替わり、川崎ボールドウィンの順となる。トップ争いからは遅れたものの、互いに激しく闘志をぶつけ合う。一方、トップ争いはローソン、平の2人に完全に絞られた。争いから脱落し、3番手キープの走りとなったマモラはレース直前のタイヤ交換が裏目に出たのか、彼本来の走りができない。そして相変わらず激しいバトルの4位争い。最終コーナー、2周目に川崎にテールトゥーノーズまで迫ったボールドウィンは23周目の5コーナー進入で川崎を抜き去り、以後1分2秒台にペースアップして引き離していく。ローソンは1分2秒前半にペースを上げるが、平は引き離されるどころか5コーナーからフェアピン入り口にかけてマモラを攻め落としたやり方で何度となくローソンのアウトに並びかける。5周目、平はヘアピン入り口でローソンをアウト側から抜きトップに立つ。しかしローソンは1コーナー入り口のブレーキング競争でインから平を抜き返す。
平は再びヘアピン侵入でローソンに仕掛けるが抜くことはできない。